あなたの記憶に残したいなと思うタイナです。ここは JR 西日本の大阪駅でございます。僕はこれから京都に向かうのですが、大阪から京都といえば新快速、最高速度130キロでかっ飛ばす化け物列車なわけですが、その中にですね、最強の新快速が1日上下線それぞれ2本ずつあります。普通の新快速の時点で相当最強な快速だと思うんですが、それをはるかに凌駕する1日2本しかない最強すぎる新快速に本日は乗車していきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。ホームにやってきました。本日乗車する最強の新快速とは一体どう最強なのでしょうか。今日のね、最強の新快速はこの大阪駅を9時45分に出発する新快速安行きです。この新快速なんか書いてありますね。 A シートとやろう連結しているみたいです。この A シートは有料の座席指定車両で、非常に快適な座席を提供する代わりに指定席料金をお支払いします。この A シートは1日に上下線2本ずつの新快速にしか連結されていません。そう、これが1日2本しかない最強の新快速の正体です。早くて快適なんて最強すぎます。今回乗る A シートは特急と同じ回転リクライニングシートを搭載しています。新快速は特急とは引きを取らない速度で走ることで有名です。それでもすでに相当最強だと思うんですが、さらに座席が特急と同じになるということで、もうほぼ特急という完全に特急です。最強の新快速とはこのことです。そして乗車位置ですが、 A シート有料座席と書かれています。この A シートのロゴもかっこいいですね、とても。ということでやってきました。1日2本しかない A シートを連結した最強の新快速です。4プラス8の長い長い12両編成です。そのうちの9号車の丸々1両が快適な回転クロスシートを搭載した A シートとなっています。他の座席はね、普通の転換クロスシート、それでもかなり快適ですが、A シートは特急と全く同じ椅子なので、普通の椅子とはね、比べ物になりません。さらに A シートは今回のダイヤ改正で全車指定席になったので、全チケットを購入していれば必ず座ることもできます。こちらが A シート。真ん中にある扉が塞がれていて、扉が2箇所しかありません。そして中には特急のような回転クロスシートがね、ずらりと並びます。2扉ですが、ちゃんとホームドアにも対応しているんですね。ということで、早速乗るのですが、降りる人が多すぎてびっくりです。さすがは大都会大阪です。ということで、ようやく車内へ。2プラス2の回転リクライニングシートがずらりと並んでいます。とってもね、快適そう。さすが最強の新快速です。そして指定された座席へと着席していきます。この座席はリクライニングシートということで、特急サンダーバードとか特急クロショーなどの椅子と全く同じでございます。ということで非常に快適、リクライニングも深々と通れます。いや、素晴らしいです。本当最強の新快速ですね。いや、快適すぎるよ。ロープ式のね、ホーム扉が、閉じたので列車もなく大阪を出発します。ところで今座っている座席、外れ席ですね。ドアの埋めた後にある座席ということで、左側に窓がほとんどありません。非常にね、景色が見えにくくなっていますね。これはちょっと残念ですが、仕方ありません。我慢ですね。ということで列車大阪を出発。最強の新快速の楽しい旅の始まり、この次、新大阪、高槻、京都の順に停車します。有料の A シートを連結していても普通の新快速と停車駅は変わりません。というより新快速の停車駅は極限まで絞られているので、これ以上減らしようがありません。今乗っているこの有料座席 A シートですが、実は同じ座席、同じ区間でも買い方によって値段が様々あります。とても不思議ですよね。普通に切符を無料の窓口で購入すると840円もします。しかしインターネットのいい500で購入すれば、それより340円も安い500円で着席することができます。今年のダイヤ改正までこの A シートは10席があり、車内で500円の乗車整理券を購入すれば座れたんですが、今では必ずネットや窓口で事前の購入が必要です。改正まではね、車内で購入できたんですが、このように車掌にお支払いくださいという、ね、文言が書かれていましたが、改正で全車指定席になり事前購入必須となったので、上から白テープで消されてしまっていますね。大阪を出ると淀川を渡ります。この淀川を渡るとすぐに新大阪です。大阪から、ね、新大阪の一駅は距離もないので普通ですが、新大阪から先、新快速の本気を見せてくれる区間となります。なんて言ったって大阪から京都ってね、29分しかかかりませんからね。本当最強すぎますよ。ということで新幹線との、ね、接続駅である新大阪に到着です。実はこの新大阪まで隣に人がいました。車内の乗車率がめちゃ高いというわけではないのですが、混雑席が指定されてしまいました。ネットで今回切符を購入したんですが、 A シートのシートマップを見ることはできなくて、仕方なく窓際指定にしたらこうなりました。さすが新幹線接続駅、かなり人が降りていきました。 A シートってかなり需要があるんですね。
それにしてもピンポイントでこの扉を埋めた壁しかない座席が当たるとは思いませんでしたわ。ということで新大阪を出発、次は高槻です。ここから新快速の本気を見れる区間、最高速度はなんと130キロです。完全に特急、しかも A シートは座席も特急なので特急と見分けが全くつきません。それにしても車内の感じが上品ですよね。内張りとか貼られていますし、照明の色も動画だと伝わりにくいですが結構いい色をしています。上品な内張りも愛の風で東亜鉄道のラインみたいなおしゃれな模様が描かれています。いい模様ですよね。エレガントさがあります。ちなみにこの A シートですがコンセントもついています。これで充電とかできるというわけです。普通の椅子の方にはねコンセントとかそういうのはありませんので、これはとても便利ですよね。そして気がつけば新快速はもうね爆走しています。最高速度130キロで京阪間を爆走。京都と大阪って50キロくらいあるんですが、そこを29分ですからね。いや本当に早すぎる。しかも500円払えば A シートに座れますから最強すぎますよねこの列車。途中駅もこんな感じでかっ飛ばしていきます。外側線を思いっきり通過。これ快適な座席をね正直29分では降りたくありません。もっと長い距離を乗りたいのですが、本日は京都に用事があるので仕方なく降ります。ちなみに A シートの料金ですが距離は関係ありません。始発から終点まで乗ってもね均一料金です。これはとてもね良心的ですよね。外側線から内側線を走る普通列車を追い抜きます。こういうのが福久線の醍醐味です。しかもこの速度で追い抜きますから、追い抜きにかかる時間が非常に短いですね。そして気がつけばもう高槻です。新快速がいかに最強なのか今現在見せつけられています。次はもう京都です。いや早い、ただ A 線早い時点で最強ですが、特急と同じくリクライニングする非常に快適な座席に座っているのでなおさら早く感じてしまいます。しかも A シートって普通車指定席なので青春18切符なので乗れるのでね、これもなかなかすごいですよね。有料座席 A シートを連結した列車であることが電光掲示板に書かれています。この光景は1日にたった2回しか見られません。全部新快速にこの A シート連結してもいいと思うんですが、今のところ上下2本ずつの新快速のみです。 A シートデビューして3年ほど経つんですが全く増備されません。 A シートは失敗してしまったということなんですかね。でも人は割と乗っていますけどね。ということで高槻を列車出発です。次は降りる京都。早いなぁ新快速は。ちなみにこの新快速ですが、遅い特急だと新快速の方が早いとか平気であります。おかしいですよね、化け物快速ですよ。そもそもでねもうすでに化け物なのにこの A シートですからね、最強ですよ。この快適な A シートにね揺られながら外の景色を楽しむわけですが、これだけ見たらね完全に特急列車の旅です。しかし今乗っているのは新快速快速列車です。快速とは思えない設備です。今回は普通乗車券に乗っていますが、青春18切符でもね新快速って乗れますからね。料金さえお支払いすれば A シートにも当然座れます。ということで大阪駅から約29分、京都に到着。新快速非常に早かったです。そして今回 A シートに乗ったのでもう快適でしたね。今回これに初めて乗ったんですが、これまで転換クローシートとほぼ変わらないじゃんとは感じていましたが、実際に乗ってみますと転換クローシートと全く違うというのを実感しました。それにしても A シート付きの新快速は最強すぎましたね。特急と本当見分けがつきません。早くて快適ですからね。しかもこれがネットで買えば500円です。特急の自由席よりも安いんですよ。皆さんもこの快適な新快速 A シート乗ってみてはいかがでしょうか。普通に乗車率がもっと上がれば連結される新快速も増えると思いますしね。うわ、すごい。この京都一気に人が降りていきましたよ。車内はこんな感じでガラッガラです。この列車はこの先、滋賀県の安というところまで行くのですが、そこまで乗る人はあんまりいなさそうですね。この感じですと。というよりなんで安止まりなんですかね。前原まで行けばもっと人は乗ると思うんですけどね。ところでこの A シートの外観とてもねかっこいいですよね。 A シートのロゴが車体側面にねデカデカと、掲示されています。いやーかっこいい。ということで本日は1日にたった2本しかない最強のね新快速に乗車してきました。快適でねなおかつ早いってもう最強以外の何物でもありませんよね。先ほども言いましたが、この列車、ここから先、安まで行きます。あ、外から見ると分かりやすいですね、これ。他の号車と A シートのライトの違い。A シート、有料座席の方がね、柔らかい感じのライトをしています。質がやっぱり高いですね。さすがは有料座席といった感じですね。
それではね、この辺りで動画の方ね、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。